それは男もひたすら隠すでしょうからね。隠すでしょうし、まあ実際その同じことを繰り返しかねないというところについて、やはりその最近は結婚式みたいなのがあったようなんだと思うんですけど、で、交際している女性 A 氏に対しても、まあ、真面目になったというのが出ていて、いや、もうそれでやってしまうんだと。それなかなかそれでやってしまうというのが、誰かその、やっと死ぬように終わってしまうという、そういうところ、自分が正義できるのではなくて、もう、ちょっとやってしまうというのは、まあ、なかなかこう、彼自身のこう、今まで持ってた生い立ちも含めて、非常に難しいところがあると思います。では次です。はい、続いてはご長寿オピニオンです。サッカー界のスーパースター、デイビッド・ベッカム選手が現役最後の試合で見せた涙、街のご長寿たちが物申す。我々の人間も涙の中なんてぶち上げるんだって言ったよ。崖まで行くのはね、親父がね、子供の前で涙流れお母さんそう言うと思うよ。分かんない、もうすぐ来るんじゃない。お悩みは？私はボリュームが足りない、私は肺ギラが心配という声や、つむじが気になり、自分の髪を生かしたい、皆さんの声を集めたらできました。オーダーメイドの本店のイブからブルマージュ誕生です。新しいイブの秘密はここ、新開発ラクラクスリットから自分の髪を引き出すので、とっても自然。進化したなじませフロントで、生え際もふんわりボリュームアップ。いかがですか？簡単ですよ。新発売、本邸のイブ、ブルマ
ちらのご長寿は定年の時ね、女の子から花束をもらった時や家庭も報告しました。大変な気持ちを持ってきたんじゃなくて、若い子がそれを報告してくれたというのが嬉しかった。世界の子の時に、そういうことを三人くらい持ってきた。女の子で、若い子を来てもないような人が持ってきてくれた。九州から東海地方にかけては晴れるところが多く、今日は気温がぐっと上がってきそうです。逆に関東から北海道にかけては一日雨だって言ってもまた夕方以降降り出すところが多いですから、肩をお持ちになったのは今日は安心です。気を見ていきましょう。そっか、今日は晴れる東海から西の方で気温が、それはいけませんね、一日が雨なんて。それはまあ許されないな、そんなことは。